皆様、オラーオレンジクレープコラチャンネルのお時間です。今日はですね、ちょっとこちら購入しましたブラックボードで何のために使うかと言いますと、すいません、10年目の値上げを決断させていただきました。ちょっと小麦粉、砂糖、バター、その他もろもろね、生クリームも含め、原材料がの単価が上がってきまして、で消費税増税に対しても我慢して値上げをしないで10年間やらせていただいてきたんですが、ちょっともう値段を少しだけ上げさせていただかないと厳しい状況になってきてしまいましたので、そのご報告かてらね、動画をお送りしていきたいと思います。うん、綺麗だね。それで今まで200円だったものを違う、ベースのね、200円チョコレートバターシュガー、300円バナナイチゴ桃ね、プレミアムジャム類、450円ハムツナクリームチーズっていうのを全部50円上げさせていただいて、トッピングはそのまんま、据え置きにさせていただきたい。でそれをここに書いていきます。250円は何色にしましょうか。クリームチーズが500円ね。すごくちっちゃくなっちゃうな。やり直そう。ね、本当の計画も頓着ね、ダメだね。もうちょっと上を小さく書かないとダメだ。あ、水で消える。便利ですね。水で全部消えていきます。よし、書き直しだ。
最初は250円のオレンジ、白、バターシュガーのチョコレート、次が350円のバナナ、いちご、桃で、プレミアムジャムのストロベリー、ブルーベリー、リンゴ、マーマレードで、これが350円になります。で、次が野菜プレートの500円、ハーム、ツナ、クリーム、チーズ、あれ取れてねえじゃん、あ、取れてるの、取れてるの、ね、で、今度は100円トッピング、100円トッピングが生クリーム、ツナ、クリームチーズ、これプロセスチーズもありますね、プロセスチーズ、あとプレミアムジャムか、こっちプレミアムジャムが100円トッピング、100円トッピングはおい、いらっしゃいませはい、お待たせしました、ね、途中でお客さんが来てくれるっていうね、チョコレート、シナモンパウダー、チョコレート、シナモンパウダーね、で、いかせたスライスアーモンド、よし、できた、はい、できました。字があまり上手ではないんですが、できました。今日からこの価格帯で営業させていただきたいと思います。それでは最後まで動画を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、いいねボタン、よろしくお願いします。それでは皆様、アディオース。